エウレカセブンエウレカセブン AO、エウレカセブン AO は、ボンズ制作による日本のテレビアニメ、全24話。毎日放送、アニメイズム B1 枠他にて2012年4月から9月まで、第1話から第22話が放送され、同年11月に、エウレカセブン AO 完結編として、第23話と、第24話が放送された。 ボンズ制作により2005年に放送された TV アニメ公共紙編エウレカセブンの続編。前作の主人公だったレントン・サーストンとエウレカの息子であるフカヤオが国家や組織の異かいに翻弄されながらも世界各地に出現するスカブコーラルやシークレットの正体に迫っていく物語。タイトルの AO はアストラルオーシャンを意味する略称である。監督は前、 シリーズと同じく、京田智美が担当する。キーキャラクターデザインの吉田健一、ニルバーシュデザインの河森正春などが、前作から引き続き参加し、キャラクターデザインに、小田博之が新たに起用されている。脚本、シリーズ構成は前シリーズの佐藤大から以川、のぼるへ変更となった。そのためか前作と矛盾する設定もいくつかある。 ボンズの南正彦プロデューサーによれば、前作は、比較的ファンタジックな世界観であったが、共通する部分はあるものの本作では、現代に近い世界観になっている。前作でエウレカラが暮らしていた星とは異なり、青の住む世界には、沖縄、日本、アメリカなどの実在する共同体の名が登場するが、スカブと呼ばれるサンゴのような物体が、人類社会の営みに影響している点では、 共通している。作品終盤になると、成人したレントン・エウレカ夫妻と青の親子関係や、二つの世界のつながりが明かされてゆく。本作のテレビ放送時に、第22話で一旦放送が終了し、最終エピソード2話を完結編として、別枠で放送した経緯としては、ロンドンオリンピックの中継を挟んだ関係で2週間の放送休止が入った事情がある。 このような特殊な形態での放送は、コードギアス反逆のルルーシュ以来となった。チーフプロデューサー竹田青茂は本作について、最近、とんがった作品は少なかったが、現状の世界情勢、イランの情勢などを見ていると、アメリカが軍事行動を起こすかどうかという緊張感のある時期に、スタートする作品になるので、お話としては、ちょうど見やすくなると発言している。 テレビアニメは2012年度中に完結したが、サミーのパチスロ、パチスロエウレカセブン AO の稼働を記念して、制作された新作エピソード、ロードドンとスローミーダウンが、2017年1月23日から3月2日までの期間に、同期の公式サイト及び YouTube 内サミー、公式チャンネルにて、A パート E パートまでの、前後パートが限定公開され、YouTube では、 今も閲覧が可能である。テレビシリーズ第24話の補完的な内容で、同話の結末に至るまでの経緯とその後の展開が描かれており、ファイナルエピソードと位置づけられている。2018年11月発売のブルーレイボックスには一本にまとめられた映像特典作品として収録された。西暦2025年、世界に謎の物体、スカブコーラルが出現。 スカブコーラルの発生、エネルギートラバーを人類は多方面で活用することに決定、プラントを各地で展開する。それにことを唱える沖縄の岩戸島は日本から独立。その中で主人公の少年深い青は生活をしていた。彼は幼い頃より周囲の人々から迫害を受けつつも、義理の祖父、深い年をの教育でひねくれることはなく。 素直で優しい心の持ち主であった。ある日青は、運び屋のガゼル一味に浜辺で遭遇。そして緑色の腕輪を拾う。中学校の入学式当日、突如シークレットと呼ばれる怪物が現れ岩戸島を襲う。青が幼馴染の新たなるぬ家に向かう途中、腕輪に、幽霊かへよという文字が浮かぶ。それを取り戻すべく、現れたガゼルと、右翼曲折の末、 青は日本軍の輸送艦に搭載されていた IFO-RA-272 ニルバー種のもとへ。IFO に乗り込んだ青は戦闘でシークレットを撃破するも染めていた髪色が地毛の青に戻る。それが元で島の人々の青に対する風当たりはさらに悪化。沖縄独立派に拉致された青は日本との交渉の道具になりかけるも反発したガゼルたちに助け出される。 祖父の診療所の放火騒動をも知った青はもうまで生活できないことを悟り、行方不明の母を探すべく、昔の母を知るイビチャ・タノビッチの所属する民間企業、ゲネラシオン・ブルに入隊を決心する。スイスにあるゲネラシオン・ブル本社へ向かった青は、チームパイド・パイパーの一員として、パイロットのフレア・ブランやエレナ・ピープルズ他のレスキューチームである。 ゴルディロックスの面々と交流を深めていく。一方、パイドパイパーの母艦に密航していたガゼル一味は、ゲネラシオンブルの社長、クリストフ・ブランと面会、会社の下請けとして雇われることになる。青は、仲間と共に、世界各地に現れるシークレットとの戦闘や、スカブコーラルの中心核クォーツの回収任務を、繰り返すが、その裏では、トゥルースという謎の人物が暗躍していた。 スルースは、ゲネラシオンブルを生身で襲撃、日本国の情報官中村に接触するなど、予測不能な行動をとる。そんな折、宇宙空間に現れたスカブコーラルとシークレットの対象をしていた青は、中から、月光号という謎の船が現れたのを目撃。さらに母親、エウレカと再会する。母と、久方ぶりに語らう青だが彼女のシークレットは、敵ではないという発言や、 幼馴染みのナルがトゥルースと連れ立って行ってしまったことが彼を悩ませていた。そしてウレカが未来へと消えた後、世界中でプラントコーラルが再活性化、巨人型のシークレットが多数出現し始める。重く見た、デネラシオンブルはこれまで収集してきたすべてのクオーツを使い、シークレットを殲滅する作戦、ポラリスを発動。しかし、作戦中に、 クオーツが姿を変えた、重常物体、クオーツガンを、青が発射し、世界規模で歴史の改変が起きてしまう。この結果、チームゴルディロックスの存在がゲネラシオンブルから消える。ことの重大さに悩んだ青は自ら、アメリカ軍に投降、そこからフレアとエレナの手で救出される。ゲネラシオンブルが、親会社ビッグブルーワールドの方針に反していることに、危機感を感じた世界は、 ゲネラシオンブルを敵として認定。さらに、連合軍を結成し、ゲネラシオンブル本社へと侵攻を開始。その中でブランは社内に潜入したトゥルースを巻き込んで、自爆、本社が倒壊してしまう。生き残ったトゥルースは、会社地下に隠されていたエレフォー、コードネームカノンと融合し、復活を果たす。本社から脱出したチームパイドパイパーの一行は、日本国の協力を受け、 チームハーレクインとも合流。一時的にチームを抜け、連合軍にいたエレナを説得。和解した青は悩みながらも、トゥルースとの決戦に挑む。激戦の果てトゥルースの手で再びクオーツガンが発射されてしまう。再度起きた歴史改変によりトゥルースはニルバーシュのアーキタイプに変化。青は未来の世界からやってきた自分の父親、レントン・サーストンと出会う。 父の口からスカブコーラルやシークレットの真実、さらに父の目的を知らされた青は、自身の信念から、父と対立。青のニルバーシュトゥルースとレントンのニルバーシュスペーシフさんが、激突する。クォーツガンを使って、スカブコーラルを消し去り、この宇宙を正しい世界に戻そうとするレントン。だが、母、エウレカや、スカブと共生する、人々のことを帰り見ない父に生きる青は、 それを良しとしなかった。彼は10年前のスカブバーストのところへ飛び、えうれかえ彼女の真意を悟ったこと、もう誰かや何かを犠牲にしなければならない呪いから、自由になるべきだと告げ、すべてを終わらせるため最後の一発となったクオーツガンを、打ち、両親を未来へと送り返した。3度も、世界を変化させ、時間軸をさまよう結果となった青。彼がたどり着いた世界は、 西暦2027年の6月。すでに前の世界とは別物であり、青の存在すらないかもしれないと話すトゥルースだが、母の背負っていた苦労に比べれば、自分のことなど何でもないと、彼の心は晴れやかだった。そして青はトゥルースと別れ、この世界の岩と島へと一人降り立つ。スカブコーラルやシークレットの脅威に対処するハイパーレスキューとして組織された民間企業。 代表取締役社長はクリストフ・ブラン。スイスの山中に本拠を構え、パイド・パイパー、ゴルディロックス、ハーレ・クインの3チームを要する。親会社は PR カンパニーのビッグ・ブルーワールド。スカブ内部からクオーツを回収し何らかの研究を行っている。会社の地下にはコーラルレリックと呼ばれる機密が隠されている。自ら連合軍に投稿し、 アメリカ合衆国の空母に軟禁されていた青を連れ戻すため、フレアとエレナが強引な行動に出たことが原因で、テロリスト認定され、アメリカ及び世界を敵に回してしまう。連合軍の攻撃と地下からのクオーツガンの突出により本社は倒壊した。ロードドンとスローミーダウンでは、日本の名古屋に新本社を移している。チームパイドパイパーゲネラシオンブルの IFO チーム。隊長はイビチャ。 パイドパイパーというチーム名は、ハーメルンの笛吹き男に由来する。ゲネラシオン社のプロパガンダにより、フレアとエレナは世界を守るスーパーアイドルとして、子供から大人まで広く知れ渡っており、人気がある。チームゴルディロックスゲネラシオンブルの IFO チーム。ゴルディロックスとは、3匹のクマに登場する少女の名前に由来する。長はブルーノだったが彼の殉職後は一時的に、 ブランが直接指揮し、その後はスタンリーが代理を務めている。第16話のポラリス作戦以降、青の発射したクオーツガンにより歴史改変が起き、IFO のパイロットになっていない歴史に変わる。また彼女たちが使用していた機体は、試作機として倉庫に放置されており、エレナがリハンジに持ち出した。チームハーレクイン・ゲネラシオン・ブルの IFO チーム。ハーレクインの名は、 アルルッキーノの英語名に由来する。衛星軌道上の軌道要塞ポセイドンを拠点とし、地上チームのバックアップと宇宙空間に貯蔵された大量のクオーツの守護者というのが主な任務。活動場所が宇宙空間であるため IFO パイロットの女子制服は他のチームと違ってショートパンツタイプである。第19話でトゥルースの手によりポセイドンを破壊されるが、 毎一発グレートプロテウス号で脱出する。その後、時間を稼ぐための方便として、連合軍参加を表明する。会社関係者元々は、運び屋として依頼人からの指定で指示された物資を輸送する、賃家の家業だった。ゲネラシオンブル社の出資により活動の幅を広げ、下請けエージェントチームとして、調査や交渉、新編警護といった裏方仕事の、 何でもやとなり青たちをサポート。交渉力に長けたガゼルと劇中でも屈指の頭脳を誇る藩の能力により意外なほどの活躍を見せる。なお、ガゼル商会の故障は、社内ではチーム名のように扱われている。沖縄諸島連合、日本、中国が領有権を主張し、アメリカを含む各国の利権が錯綜する、世界的にも極めて難しく厄介な地域。 根は善良だが、排他的で閉鎖的な冬眠性で島に伝わる、古い伝承や迷信が、現在も信じられている。必ずしも、確一的な考え方をしているわけではなく、なるの祖母など青に対して優しく理解のある人も、少なからずいる。ここでは、漫画、エウレカセブン AO セーブ、A プレイヤーの登場人物を記載する、空中を飛翔できる人型兵器、IFO とは、 インテリジェントフライングオブジェクトの略。IFO を操縦できるのは幼少期からトラッパーを吸って成長した子供か連合軍の手で人工的に体内にスカブを移植したパイロットのみ。すべての IFO は10年前に飛来したニルバーシュを解析して作られたため多くの部品が互換性を持つ。リバースエンジニアリングによりニルバーシュのものを真似したサードエンジンが 全 IFO に搭載されている。しかし正常に作動はせず、どういうものか不明のまま複製されている。これは研究者にも解析できなかった、ブラックボックス機能であり、大気中に漂う、空間粒子、トラパーを媒介にエネルギーを生み出す、発電システムとしての機能を思わせるが、青の登場する、ニルバーシュ以外の機体は正常起動率が恐ろしく、低いため、同期と機には、 機体の稼働時間に大きな差が存在する。また、正常軌道を果たした場合は、リーフグリーンの輝きが桃色へと変わり、輝きを増すことがある。チームパイドパイパーの IFO チーム、ゴルディロックスの IFO 機体色は、青緑で統一されている。歴史改編後は、試作機として登場する。チームハーレクインの IFO 機体色は銀色で、統一されている。 機動力を重視し、前期とも脚部を排除している。連合軍の IFO エレフォーとは、ライトファインディングオペレーションの略。エレフォーはいずれもスカブコーラルの深くから発掘された、アーキタイプに操縦系統と装甲を施して運用されている。本作に登場する謎の敵。G モンスターとも呼ばれる。戦闘機などの通常兵器では、歯が立たない。出現すると、 スカブコーラルの元へと向かう。周囲にゾアと呼ばれる領域を展開しており、領域外であれば IFO は感知されないが、一旦領域内に入ると数十秒で IFO は捕捉されてしまう。なお、シークレットは、本来未来の世界が生み出した抗体のような存在で、危険なスカブコーラルを破壊するために行動し、過去の世界へと飛んだスカブを追って、青たちの世界までやってきた事実が、 終盤において、レントンの口から語られたことで判明した。深夜アニメとしては珍しく、主題歌映像にて、歌詞字幕が表示される。サブタイトルのリンク先は、ネーミングの原点となった楽曲、またはアーティスト。インターネットでは、バンダイチャンネルにて、第1話第22話は、同年4月19日から10月4日まで、毎週木曜12時に配信。第23話、 第24話は、同年12月13日から12月20日まで1週間、限定で、無料配信されたほか、みんなで、ストリームでも、同日23時30分翌日0時30分に、ライブ配信された。エウレカセブンウェイオーショートアニメ新たなり深き青は、公式サイトで、第22話までの放送が終了した2012年10月より、配信のショートアニメ、全10話。 三刀身の青となると、ノアが登場し、コントをする。第六部からは、エレナとフレアも登場している。映像コンテンツと、プレイステーション3版テレビゲームを同時収録した、ハイブリッドディスクシリーズの一つとして、バンダイナムコゲームスから2012年9月20日に発売された。パッケージの名称は、エウレカセブン AO ユングフラウの花々たちから、ゲーム OVA ハイブリッドディスク。OVA タイトルは、エウレカセブン AO ユングフラウの花々たちから。作中の時系列は、テレビアニメ第8話と、第9話の合間に位置する。公式サイトでは2012年11月30日より、制作秘話となる、ウェブエッセイ小説、気象点結ユングフラウの花々たちが連載された。ゲームタイトルは、ユーレカセブン AO アタックザレジェンド。 o v a と同時収録される PlayStation 3専用の 3D シューティングアクションゲーム。歴代エウレカセブ7シリーズのストーリーを再現したシチュエーションモード、シチュエーションモードのバトルを個別でプレイできるミッションモード、チャレンジモードの3モードで遊べる。パチスロエウレカセブ 7AO としてサミーより2017年1月16日よりホールでの稼働開始。また、 同機種の稼働を記念して、新作アニメ、ロードドンとするオーミーダウンが配信された。漫画出版元はすべて、角川書店。関連書籍書き SNS アカウントはすべて削除。書き込みは、抹消済みエウレカセブン AO セーブ、A プレイヤーに関するカテゴリー、エウレカセブンなのに関するカテゴリー、ユーリカセブン AO アタックザレジェンドに関するカテゴリー。 エウレカセブン AO ユングフラウの花々たちマイナスに関するカテゴリー。ありがとうございます。